え、美人くん何やってたんですかこの期間中。いやもう海外ドラマしか見てなかったよ。本当に。まあいろんな作品見れますよね。確かに。初め何やってた？俺っすか。風船いじくり倒してました。いやすごいね。いやーね、まあ俺も最初始めた時はもういよいよだなと思ったんですけど、でもなんかやっぱ最初まあ休めるってなってどっぷり休んで、でも一回もうそれが終わるとその家にいる休んでる時間がきつくなるってあったじゃないですか。俺もう本当にどうしようもなく、本当にどうしようやばいなってぐらい、なんか結構来てたんですけど、その時に趣味になるものを見つけて、また毎日がね楽しくなってきた。割と生活リズムとか狂っちゃうじゃないですか。狂う。でもバルーンいじりたいから早起きしてみたいな。かわいいな。規則正しくな。今日持ってきてないの？持ってきてない。あら。グランピングで起動してもらおうと思った。売ってますかね？売ってんじゃん。いや、全然。もしあったらね。そうね。いや、ちょっと作りましょう、美人くん。教えます。いやいやいや。いやでも素晴らしいよ、この期間にその特技を一つ身につけたっていうのは。わかんないです、特技かどうかわかんないです。いや特技でしょ。さて着いた。はい、ということで第一目的場所、はい、到着しましたね。こちらはどこですか？こちらは海ほたる。そうです。海ほたるです。いやー着きましたね。着きましたね。うん、これなんで海ほたるっていうか知ってます？ここ知らん。お、知らない。はい、そこまでは調べられなかったか。あー調べなかった。はい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 。なるほど。しゅうさん、はい、なんで海ほたるって言うんすか？実はですね、はい、僕も知らないんです。いやいや絶対そうだと思った。絶対そうだと思ったわ。なんででしょうね。さあというわけで、こちらから美人くんが、キャンピングカーを運転してくださっております。そうですね。どうですか？いやーちょっと最初はね怖かったけど、ちょっと一回まあちゃんと動かしてみればいけそうですか？いけそうな気はするんだけど、なんかあれだよ、意外とやっぱ高いからね、上が。そうっすね、うん、いやでもね、いい感じに様になってます。様になってる。いい感じです。様になってるってね、似合ってるってことですよ。似合ってる。さあこっからね、海ホテルから出た我々ですけど、こっからもうキャンプ場まで、はい、美人くんの運転で最後まで行けちゃう。はい、お願いしていいですか？いや行っちゃう。でもやっぱ風強いね。そうっすね、確かにね。このちっちゃい車だと煽られちゃうね、いろいろ。確かに。まあでも美人くん安心してください。はいはいはい。保険入ってますよ。いやいやいや、それ入ってないと困るわ。こんな。なので大いに運転してやってください。いや大いには運転しないけど。いや安全運転で参りますよ、安全運転で。はい、お願いしますね。いやいいですね。いや翔平ちゃん、海ほたる行ってさ、はい、やっぱちょっと小腹も空いたからさ。ええ。買ったじゃないの。買いましたね。うん、ちょっと食べますか？食べれる？じゃあ運転頑張ってる美人くんに。いやマジ本当に。はい、いける？じゃあ頑張ってね。あーあーあーじゃん。あっぱ。熱い。美味しいですか？困るか。いただきます。あ、うまいうまい。あ、うまい。めちゃくちゃうまい。おいしいですね。おいしい。ほぼ着きました。アウトレット、いやアウトレットですよ、だってここアウトレット行けって言ってるようなもんですよ、それって。
なんで怒ったの、ちょっと。ここにもう正面から突っ込んじゃって、はい、じゃあ美人君駐車ですね。駐車の時間ですよ。駐車言うてもこう、前で行くって、ね、さあうまくできるんでしょうか。入んなくないですかこれ。大丈夫です。素晴らしい。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、というわけで、サングリアを作ろうと思います。どうしたんですか急にサングリア。いや見てください、このグランピング日和はいはい、いや絶対最高、最高のグランピング日和。最高ですよ。そうなんです。だから本当することなくなっちゃったからサングリア作ろうっていうことですね。あのフルーツあって、そうフルーツあって、でワインを、ね、ワインを入れるよって、白ワインよりなんか若いやつっていうことで、はいはいはい、本当にね、なんかサングリアって赤のイメージ。そう、俺も赤のイメージだ。これ混ぜるとすごい美味しくなるらしいですよ。なるほど、はい、ただもう料理全然しない僕たち、はい、こう切って入れて、ゆくゆくはちゃんと赤ワインにしたいと思います。やめてください本当に。それだけはそれ本当ダメよ。そうね、うん、気をつけよう。一番ダメな時期にそんなことしたら絶対ダメだろ。じゃあ翔平ちゃんさ、まずレモン、これ俺え、これこれオレンジ、オレンジ二人とも違う。これ切れる、これ。はい、じゃあ切ります。あ、出た、美人くんお得意の五角形切りヘキサゴン切りや。あ、いや、四角形したらこれでもうワイルド。めちゃめちゃワイルド。ワイルドに行こうよ。本当に、うん、大丈夫、この辺はきっと早送りしてくれるから。じゃあ今いただきます。はい、おー、すごい、いや、そこここだけなんだ。はい、というわけでね、ちょっと違う、これここにやってきたやつやから。あ、いいじゃん。違う繋がってんのよ、これ。別にここ場所は変わってない。そうなんですね。場所変わるやつやから。あ、なるほど、そうそうそう、オッケー。次バーベキュー場行くときに俺らがこうやって次着いたときにこれをやらないと。これ完成したらこう自分でこうじゃない、同じ場所でキャンプする。なるほど、できてるから。はいはい、できましたね。やりますよ。はい、でこれをね、はい、注いでサングリアにしたいと思います。イエス。いやー、なんだかんだ切ったけどね、早送りされてると思いますよ。だいぶね、意外と長かった。そう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 。じゃあ翔ちゃん、じゃあ一緒に行きます。一緒に行くよ。何初めて共同作業ってワイン、ニュートニュートしていやー、あーすごいすごい。これでもなんかしゅ、あ、ちょっと炭酸あるじゃないですか。シュワシュワしてる。入れすぎ。いや、全部いっちゃいます嘘でしょ。わーすごいすごい、香りがすごいね。うん、これちょっと混ぜた方がいいかな。うん、この野菜の野菜、野菜じゃないやろ。野菜入ってる。これもって俺スープ感覚で今やってました。あ、いいやん、あーいいやんね。でで、はい、グラスに注ぎます。はい、これ本当にいつも思うの、はい、これ左利きには本当に地獄なの。確かにね、もうこういってこう入れなかったから、むずい、むずいんですよ。これで野菜も入れたい。違う違う、フルーツも入れた方がいいですか。フルーツも入れた方がいいんじゃないですか。じゃあもうお好きなフルーツをトッピングって感じですね。出来上がりました。出来上がりました。でででーん、完成完成。じゃあ乾杯しましょう。乾杯しましょうか。はい、じゃあ乾杯。今日のグランピングに乾杯。皆さん
リンゴない方がいいよ、ショコラ。ショコラ。じゃあ、入っちゃおう。入ってよかったんだけど。そう、入ってよかった。あ、うまっ。あ、美味しい。ちゃんと出てますね。出てる。風味が。これ出てます。うん。はい、うん。ということで大成功じゃないですか。はい。美味しい。ありがとうございました。